仮想マシンソフトウェアバーチューエルボックスを使用して Linux デスクトップ上で別の Linux デスクトップを実行している様子仮想機械とはアプリの使用を最適化する方法でありコンピュータの動作を再現するソフトウェアであるすなわちエミュレートされた仮想のコンピュータそのものも仮想機械という仮想機械によって一つのコンピュータ上で複数の コンピュータや OS を動作させたり、別のアーキテクチャ用のソフトウェアを動作させることができ、アプリケーションが互いに干渉するのを防げる。システム仮想機械は、システム全体を再現し、その上で OS を動かすことを可能にする。動作させる OS にいくらかの変更を加えることが、必要な場合もある。システム仮想機械では、複数の仮想機械に計算資源やメモリ資源、 ディスク資源を効率的に配分したり、ハードウェア割り込みなどを伝達する必要がある。これらを制御するプログラムをハイパーバイザーと呼ぶ。システム仮想機械はユーザーやプログラムから別のコンピュータに見えるものを指すが、コンピュータの初期には仮想記憶やマルチタスク、マルチユーザー、タイムシェアリングなど、現在では OS の機能となった技術を含める場合がある。 仮想機械の技術はメインフレームで使われていたが現在でコンピュータによるサービス提供の分野で一般的な技術となりつつある。クラウドコンピューティングにおいてハードウェアに依存しない仮想実行環境の構築は基盤技術として利用される。ハードウェアによる仮想化1940年代 -1950 年代のコンピュータは 機種ごとにアーキテクチャが異なるのが当たり前であったが、既存の設計を参考にすることで新規設計のリスクを避けたり、よそのコンピュータの既存のプログラムライブラリーを流用するためなどの目的で、既存機と命令セットに互換性を持たせたり、論理設計を共通にした一種の互換機といえるマシンも存在した。例えばエドサックはよく参考にされた。 1958年 IBM709 は既存の IBM704 の命令セットをマイクロコードでエミュレーションし上位互換性を提供した。1964年 IBM システム360は同様に既存の IBM1401 や IBM1620 の命令セットをマイクロコードでエミュレーションした。また、 コンピュータアーキテクチャを定義し標準化し、以後の互換性を提供した。1973年 IBM システム370モデル158及びモデル168により、物理分割をサポート。単一のコンピュータとしても、複数のコンピュータとしても使用可能。ただし細かいリソースの割り当てはできず、変更にはコンピュータ全体の再起動が必要。 1987年 IBM3090 の PR-SM により多数の論理区画を作成し、コンピュータ全体の停止を伴わず、より柔軟なリソースの割り当てが可能となった。IBM の PR-SM に相当する機能には、日立製作所 PRMF などがある。仮想化 OS による仮想化1964年 IBM システム360では、 商用発の仮想化 OS である CP-40、CP-67 により、一つのコンピュータで複数の仮想コンピュータを作成し、それぞれでゲスト OS を稼働させることができた。この仮想化 OS は VM、CMS となり、現在も ZVM として多数のゲスト OS を同時稼働させる用途でも使われている。IBM の ZVM に相当する製品には、 富士通 AVM、日立製作所 VMS などがある。OS によるリソースの仮想化 OS の機能による各種リソースの仮想化には仮想記憶やマルチタスク、マルチユーザー、タイムシェアリングなどがある。主記憶装置の仮想化である仮想記憶は商用では1961年のバルオース B5000 で登場し、1970年の IBM システム370で広く普及した。 マルチタスクは商用では OS360 のバリエーションの一つであるムーブメントと後継の MVS で登場し広く普及した。入出力待ちなどに CPU が他の処理を行えるため処理の応答時間短縮と全体のスループット向上がもたらされた。なおメインフレームにおけるこれらのマルチタスクは単に複数のプログラムが 同時に動かせるというだけではなく、複数の独立したアドレス空間を作成し、ハードウェアの機能も使用して完全に分離し、同時稼働するプログラム同士は直接見えないものである。この点では、後の各種ユニックスや Windows などのマルチタスクと比較すると仮想機械に近いレベルのもので、可用性やセキュリティも向上した。 同様の仕組みは2009年現在、MVS の後継の Z、OS のほか、IBM Z、VSE、富士通 MSP、XSP、日立製作所ボスさんなどでも採用している。タイムシェアリングによる並列処理は、アプリケーションプログラムやユーザーに、複数のコンピュータを同時使用するイメージをもたらし、オンラインリアルタイム処理の普及をもたらした。なお、 マルチタスクとタイムシェアリングは別の技術であるが、現在では組み合わせて使用されている。1979年 IBM システム38はチミを採用した。チミはメインフレームで採用されたマイクロコードによる互換性確保をさらに進めたもので、主に水平型レベルマイクロコードにより実現され、ハードウェアアーキテクチャとプログラムを分離している。プログラムの配布は、 中間コードである、バイトコードで行われ、インストール時に、ハードウェアの命令セットに展開される。このため、ソースプログラムを配布することなく、実行時の性能を犠牲にすることもなく、別のアーキテクチャのハードウェアへの移行も容易である。実際、CPU アーキテクチャの移行も容易に行えたとされる。チミはシステム38後継の AS400i シリーズシステム i。 パワーシステムズ、i エディションに現在でも使用されている。また現在は、ルパーなどと併用できる。各社の商用ミッドレンジコンピュータでは、チミと同等の機能を持ったシリーズは過去も現在も存在しない。商用ユニックスベンダーによる仮想化技術には以下がある。現在の仮想化技術は、各種のハードウェアとソフトウェアが密接に連携しており、またベンダーにより、 各技術の範囲が異なるため、ベンダー単位に記載する。UNIX や Linux Windows 上で動作する仮想マシンには、VM w a r e や全 Oracle VM、h y p e r V などがある。物理的資源を区分けして、特定のワークロードがシステム全体を独占させない機構を持つ。一台のコンピュータを複数のコンピュータとして使うことができる。オペレーティングシステムの変更なしに、 複数のゲストオペレーティングシステムを稼働できる。稼働させる複数のゲストオペレーティングシステムは全く別の種類のオペレーティングシステムであることも可能である。もともと仮想マシンモニターはメインフレームにおいてその資源を各ワークロードの負荷に応じて動的に分割しシステム全体の利用効率を上げるために用いられた。計算機が高性能化した現在では 小規模なウェブホスティングのような処理であっても、それらを仮想マシンモニターを用いて、並列に実行することが行われている。1985年、インテルの8386で採用された仮想86モードは、保護モード導入以前の X86 のアーキテクチャに則っ,ったタスクを保護モード上で実行する、仮想機械を提供する。OS ミニテンレイや Windows 3.0などの DOS5 環環境で使用された。現在の CPU アーキテクチャでは、それぞれ仮想マシンソフトウェアと OS による仮想化を支援する命令セットを持っている。いくつかのアプリケーションプログラムを動作させるための仮想機械。いくつかのプログラミング言語や、その実装では理論上の機械によって実行されることを想定しているので、 その機会をエミュレートする場合が多い。ソフトウェアによる仮想 CPU にバイトコードを実行させる形式が一般的である。バイトコードの実行方法にはインタプリタ方式、実行前に全バイトコードをネイティブに変換する事前コンパイル方式、実行時コンパイル方式がある。現在では性能の観点から実行時コンパイル方式が主流である。 ハードウェアの制約がないのが特徴である。片付きの演算をサポートしている仮想機械もある。これらの仮想機械は理論的に設計されたものであるが実行を最適化するために対応するハードウェアが製造される場合もある。ストリングス、ウィリアム、ファウンデーションズ・オブ・モダン・ネットワーキング、SDN、NFV、CO、IoT、アンド・クラウド、アグボーマ、フローレンス、 ジェラーシー、ソフィン、インディアナポリス、インディアナ、ISBN 九百七十八から零から十三から四十一万七千五百四十七から八億力9億百七十一万五千四百四十一 https コロンスラッシュスラッシュ www.worldca.org t スラッシュ oclc スラッシュ九二七七一五四四一ハイパーバイザー。 Apple Developer Documentation Web.Archive.org 2020年11月23日閲覧ありがとうございます。